my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. So just now is shot by this camera and the gimbal, which is Sony RX100 Mark V and the Zhiyun Klein M2. And today I'm gonna talk about this new gimbal, but I'm gonna review this in Japanese. So if you guys don't understand Japanese, then I put the subtitle for you guys. So hope you guys understand. Okay, so let's get started. はい、皆さんどうもこんにちは、奥沢です。ですね、今見ていただいた映像っていうのは。このソニー RX の RX100 Mark V と、あと新しいザイオンクレイン M2 というジンバルで、ちょっと撮ってきました。最近ね、まあ、大体週末に撮影に出かけることが多いんですけれども、まあ、毎週毎週、なんだろう、結構ね、ガチな機材を持って出かけるっていうのはなかなかしんどくて、それこそちょっと旅行に行った時とかね、もう撮ってること自体は楽しいんですけど、やっぱその行った先々でね、なかなかその旅行とか、まあ、そういったこと自体をな楽しむのが、まあ、ちょっと難しいなというね、感じちゃう時もやっぱあるんですよ。でね、まあそんな時にはこういったものがあると、まあ、その移動中とかでも簡単に撮ることができたりとか、そのモデルさんとかにそうやって持ってもらってちょっと撮ってもらったりとかなんてことも簡単にできるので、これがね1台あるだけで映像の幅が広がります。で、まあ、コンパクトカメラって言っても、最近のコンパクトカメラは、まあ、もちろん非常に映像のクオリティも高いですし、なんだろう、いわゆるシネマティックな動画っていうのを撮るにね、全然頼るクオリティの映像が撮れるんですけど、とはいえ、このコンパクトカメラだけでぬるっとしたこう動画、揺れのない動画っていうのを撮るのは結構難しかったりするので、まあ、そういった時にね、なんだろう、このぐらいのちっちゃいジンバルがあると、まあ、非常に滑らかな映像が撮ることができるので、非常にね便利です。このザイユンのクレイン M2 っていうのは、まあ、僕普段ザイユンの We Will Love っていうのもね使ってるんですけど、ソニーの α7 とか乗っけたりするのに、小型だからといって機能がすごい劣るかっていうと、まあ、ほとんどその We Will Love とかちょっとこの上の大きなモデルでできるような、まあ、カメラムーブメント、まあ、こういう動きっていうのはほぼ全てできます。いわゆるそのパンフォローモードとかフォローモード、あとロックモードとか、そういったモードも当然全て搭載されてますし、それ以外にも動いてる被写体を素早く、ね、こう追従するようなゴーモードだったりとか、あとは、まあ、ちょっと特殊なところで言うと360度くるくる回転させながら、ね、こう映像こうカメラをこうガーってこう回しながら撮るようなボーテックスモードっていうんですか、ああいうのも、ね、当然これで全部できちゃいます。何が一番いいって、まあ、このくらいのジンバルと、あと僕の RX はこうやって、これ分かりますかね、ちょっと電源入れる。スクリーンがね、クリップできるんで、こうやってこうカチカチと、カチカチカチってやってやると、こう、自撮りモードみたいなこともできるんで。はい、というわけで、こんにちは、外です。フォローモードにしてたんですけど、これ、ロックモードの方がいいね、こうやって自撮りするときは。結構ね、歩きながら手首のスナップでカメラがこう左右に行っちゃうけど、ロックモードだね、うん、これでだいぶ安定する。
いいね、楽だね楽軽い。ミラーレスのね、フルサイズのカメラとそれを支えるようなジンバルでやってるとね、まあこうやってやっててね、何分持つだろうねっていう感じだと思うんですけど、まあ、これだったら結構な時間持ってられますね。でね、まあ自撮りカメラにも、まあ、すごい最適なのかなっていうふうに思います。特にブロガーとか、まあ、そういった何だろう、映像を撮る方には、はい、であといろんな機能がこのジンバルにはまあ当然あるんですけど、ちょっとねその辺はちょっと他の YouTube のレビュー動画を参考にいただいたりだとか、まあ、公式サイトの方を見てもらえればいいかなというふうに思うんですけど、僕がねこういったセットアップ、まあ、ちっちゃいカメラとジンバルみたいなのをおすすめする理由っていうのが、やっぱり普段その何だろう、フルサイズのカメラだったりだとかジンバルだっていうのを、まあ、持ち歩くっていうのは結構なかなか厳しいと思うんですよ。とただ、まあ、このくらいのサイズのカメラとジンバルだったら正直このままカバンの中にポンと放り込んでおけることもできるし、普段歩いてて夕日が綺麗だなとか、ちょっとここかっこいいなみたいな時にね、カバンからポッと取り出してちょっとこれでこうその素材として撮っておくっていうことができるだけでですね、普段の映像のバリエーションの幅がすごい広がったりすると思うんですよね。普段使ってるメインのカメラの、まあ、サブとしても使うこともできるし、もちろんメインとしてそういった素材を撮るのに使うのにも、まあ、十分のクオリティのものが撮れるので、非常に何だろう、おすすめ、はい、です。はい、というわけで今日紹介したのは、まあ、このザイオンのクレイン M2 ってやつなんですけど、どんなカメラが乗るかっていうと、まあ、基本的にはやっぱりコンパクトカメラが乗るので、そういったものをお持ちの方にはぜひ、おすすめしたいなというふうに思います。これよりねちょっと一回り大きいソニーの α6400、 公式サイトの方でこの M2 に載ってる画像があったので載るのかなと思って載せてみたんですけど、ただやっぱり僕が α6400 につけてるレンズっていうのがフルサイズ用のレンズをつけてたりするので、それでちょっと重くてねバランスが取れなかったんですけど、 APS-C 用の、まあ、ちっちゃめのレンズをもし持ってる方がいたら多分つけて、バランス取れると思うので、公式サイトにある、数値見ると、ペイロード載せられる重量が約700ちょっとあるんで、まあ、それだったらねいけるのかなっていうふうに思います。はい、で今日はねこの RX6400 の紹介、動画でした、ね、またね今後、ちょこちょこ他の機材も紹介していければなというふうに思うので、ぜひまた見てください。で今日は以上です。ありがとうございました。ピース。